素晴らしい魅力と実力を開花させた新人女優に贈られる新人女優賞は遠いところでそこ知らぬ吸収力を見せてくれました花瀬琴音さんですおめでとうございます新人女優賞を受賞をなさった今のお気持ちを花瀬琴音さんに伺いたいと思いますどうぞはい花瀬琴音と申します本日はこのような 素敵な賞をいただけましてとてとも光栄です「えー、と遠いところ」という作品は沖縄県の若いお母さん貧困に抗う若いお母さんを描いた作品なんですけれどもあの実際にいらっしゃるあの本当に若い少女たちとお母さんに取材を重ねて。 作った作品であのいた賞にあの彼女たちの思いがすごく載っているのかなと思うととてもあの彼女たちの思いを背負って映画を役者としてあの完成させられて本当に良かったなと思っております。あの今後もあの遠いところとこころのに誇りを持ってです、ね、素敵な 映画作品に精進していきたいと思います本日はありがとうございますどうもありがとうございますでは新谷選考委員を交えてお話を伺いたいと思いますまずは新谷選考委員にその受賞の決め手となった演技についてお話しいただけますか、はい あの「吸収力」というあのコ,コメントを寄せさせてもらっているんですけれどもあの俳優さんたちがあの役を演じる役を作るっていうふうによく言いますが私たちもあのどうやって役作りをしたんですかってあの質問することはとても多いと思うんですね。そのの中であの先ほど花瀬さんの言葉にににもあったようにあの実際にあの役 あの撮影の1ヶ月も前から沖縄に暮らしてでその役に必要なあの役につながるような方々と実際に会って取材をしてお話を聞いて役作りを作ってしていったっていうお話を聞いてもうあのこう。 役者を始めるその女優のスタート地点でもうそれができているってすごいなって思うんですね。というのはあのベテランの俳優さんにあ,のある時「今回はどういう役作りをされてたんですか?」ってお話を伺った時に役を作るんじゃなくてその場所に行って生活をすることが役作りにつながるんだっておっしゃってた方がいらっしゃってもう花瀬さんのお話聞いた時に「 もう大御所のこととをされてているなと思ってもうでただでもそこにはやはりその吸収力っていうところの何を聞いてどんなエッセンスをその役にあの注ぎ込むかっていうそこの吸収力っていうのはとても大事なことでそれは全ての人がで必ずしもできることではないと思うんですね。なのののででで今回こここ作品役それをこう 完成させたということに本当にあのこの賞を差し上げたいという思いで、あの本当に選考委員もあの全員一致でした。いや本当に何かあの。 本当に現地の方が演じてるのかなって思うぐらいにおばあとのやり取りとかね本当に,その本当にその貧困にあえで金どうすんのよって言ってるやり取りなんか本当ドキュメンタリー映画見てるみたいなね、うん、本当に素晴らしい演技でしたけど、うん、あのその吸収力ってはしない、うん、ですね,ね吸収力意識は、うん、しないんですけど、うん、でもあの遠いところの映画チームがそういった環境をあの、うん、初めてだったんですけど映画作 つくるのはだけどあの用意してくださってあのいただいた賞だと思うのでなんか今後の活動でもそういった役と向き合う準備期間っていうのは大切にしていきたいなっていうのはすごく学ばせていただきました素晴らしい宝物を手に入れられたと思います、はい、どうもおめでとうございます、はい、ありがとうございますありがとうございました受賞されました肌瀬幸奈さんでしたおめでとうございます。